今宵もとある井戸から聞こえる話をお楽しみください濡れた店あれこの橋なんか濡れてるんだけど新平さんは 紙製の箸袋に入っていた割り箸を手にしながらそう言った箸袋は乾いているのに中の箸の先だけが濡れて暗い色になっている「ああごめんごめんこの店川の近くにあるから濡れちゃうんだろうね」「バーを経営している友人の清はそう答えた」 でも箸袋はぬれてなかったんだぜ乾いたままの箸袋をひらひらさせたが清は無反応だった「川の近くにあるから箸だけがぬれる」変な理由づけだなと新平さんは思った清は 見見たくなないいものを見ないようにしているのかもしれない。新平さんと清は同じ町に生まれ育った幼なじみだった小学校から高校まで地元にある同じ公立学校に通っていた清は 弁護士を目指すと言って東京の有名私立大学に進んだしかし法律の勉強を断念し大学を中退して故郷に帰ってきたそして去年までレストランが入っていた建物を改装してバーを開いた建物の所有者は清の親戚で かなりりい,い条件でで借りることができたという清は大学時代にバーでバイトをしており食品衛生責任者資格を取得した後にすっかり事業に出なくなっていた大学を中退したという弁護士になるより自分の店を持ちたくなったらしい。 新平さんは実家から大学に通い卒業後は地元で有名な企業に就職していた清から「バーを始めたから今度来てよ」というメールをもらったので土曜の夕方一人で来ていたのだったバーの店内は 新平さんが想像していたよりも小ぎれでしゃれていた清が流している緩やかなジャズの音色もよく似合うだがなんとなく異様な雰囲気が漂っていた埃りっぽいわけでも換気が悪いわけでもないだが 呼吸をするたびに肺が重くなり気管に何かがへばりつくような気がするのだ清親戚の人からこの建物のことを詳しく聞いたああ建築図面とかの資料はもらったけど土地の権利関係のこととかはまだ詳しく聞いてない。 前にここに入っていた店の人は知ってる去年入ってたレストランのオーナーとは一度飲んだよもっと立地のいい物件が見つかったから移りましたって言ってたけど「本当にそうかな?と」と新平さんはいぶかったそのレストランのオーナーが店を変えた理由は 立地の有利さだけだったのだろうかレストランが開業していたのは清が東京に行っている間だったレストランの前にここに入っていた電気屋や家具屋のことも清は知らないのだろう祖父から聞いた この場所にまつわる噂話を伝えるべきかどうかと新平さんは迷った家具屋ができる前川を見下ろすこの丘陵には草が茂っていたその川は明治初期に治水工事が行われるまで「暴れ川」として有名だった。 大雨が降るごとに氾濫し人を飲み込んでいたというまた丘陵にポツンと桜の木が一本植えられていてその近くには地蔵菩薩像を収める古い祠があった明治初頭までそこは処刑場があった場所でもあった 切られた首は地面に埋められたり川に捨てられたりしたこの近所では夜中に通ると首のない罪人がうろついているという噂もあったらしいそんなさまよう魂を鎮めるために地蔵が安置されていただが そこに祀られていた地蔵の祠は数年前に亡くなっていた祠をどこかに移しここに店舗用の建物を建てたのは清の親戚なのだろう新平さんの祖父によればこの場所に入る店舗は濡れた店として有名だった かつて祖父がその場所にあった電気屋の主人に買ったばかりの新品のドライヤーが故障してたぞと苦情を伝えたことがあった店の主人がメーカーに問い合わせてドライヤーを送ってみたら水没で故障していたと分かった商品運送担当者に抗議したが 運送中に商品を水没させるはずがありませんとかたくなに否定されたという電気屋の前に入っていた家具店でも妙なことがあった売られた新品のタンスの中に湿ってカビだらけになった古い着物と 人のものと思われる骨が見つかり客がどなり込んできたという家具屋が潰れて次の店が入るまでの間に夜に空き物件の窓からなぜか明かりが漏れているのを新平さんの複数の知り合いが見ていた肝試しで 空き物件に入った高校生たちが首のないずぶ濡れの浴衣姿の男に追いかけられたそんな噂も新平さんは聞いていた清が知らないなら知らないままでいいか店内にかかっていたジャズが突然 止まった。あれおかしいな新品のスピーカーを買ったんだけど時々調子悪いんだよね清がカウンターの奥に引っ込むスピーカー周りを見に行ったようだ新平さんは後ろから人の気配を感じて 振り返った薄暗いバーの隅に誰かがいる」「俺以外いなかったはずなのに」「藍染め地の着物を着た小柄な女がそろそろっと近づいてきた」 女の長い髪はびっしょり濡れていた「外は雨でも降り出したのだろうか」と新平さんは思ったが雨音など聞こえない清がバーカウンターに戻ってきて皿を洗い始めた「清お客さんが来たよ。そうなんだよ」。 この時間帯はなかなか客が来なくってさだからお前が来てくれてよかったよ清はまたちぐはぐな返答をしてきた顔を上げて新平さんの方を見たのにその後ろに近づいている女に清は何の反応も見せなかった 女はゆっくりとした動作で新平さんのすぐ左隣に座った他の席は空いている逆ナンパでも仕掛けてくるつもりなのかそう思いながら新平さんは女の顔を見た肌は真っ白で 切れ長の目には感情が読み取れない薄い唇を震わせている女からは腐った魚のような匂いがした「どこ名はどこだな、ね」 女はどうこう女はそうつぶやいていたその姿は清には見えていないようだった清悪い今日はちょっと帰るわえそっか残念だな 次は誰か連れてきてくれよ新平さんはビールと焼酎の代金をテーブルに置いた「今日はお代はいいよ」と清は言ったが新平さんは女から早く離れたくて逃げるように店を出たその後新平さんは その濡れた着物の女の姿を夢の中で見るようになってしまったそのおよそ半年後清はバーの裏手にあった川で倒れているのを近隣住民に発見された二ヶ月の入院の後、 清はバーを閉めたあの店食べ物がやけに腐りやすかったんだよね物がやけに濡れやすいし場所が悪いって噂は本当だったのかな入院中に見舞いに行った新平さんに清は嘆くように言った。 清がバーを閉めてからは「新平さんは夢の中で濡れた着物の女を見ることはなくなった」ご視聴ありがとうございました高評価チャンネル登録お願いいたします